こんばんは、双子ママチョコです。今回は旦那さんのボーナスの支給額を公開したいと思います。こちらです。総支給額が52万800円でした。そこから健康保険料26572円、厚生年金47580円、雇用保険料1562円、社会保険料の合計が75714円、あとは所得税が27265円、控除額が102979円でした。総支給額の52万800円から控除額102979円を引いて、銀行に振り込まれていた金額が417821円でした。今日下ろしてきたので確認していきたいと思います。100円単位は ATM で下ろせなかったので417000円で下ろしてきています。こちらを仕分けしていきたいと思います。まず12345678910 20万円ですね。こちら20万円は私の親に車代を立て替えてもらってるので、そちらの返済に当てたいと思います。次に12345、はい、こちらは旦那さんに臨時お小遣いとして渡したいと思います。うちは今までボーナスの時は毎月のお小遣いとは別でプラス1万ぐらいしかやってなかったんですけど、毎回ちょっと旦那さんから同じ会社の人はこれだけもらっててこれだけ自由に使ってるって言って文句っていうのが来るので、まあ確かに自分で稼いできてるからやっぱり好きに使いたいですよね。ちょっとうちの旦那さんはパチンコとかスロットですかね、飲み代とかに使ってしまったりするので、もったいないなという気持ちで、例えばまあこの靴が買いたいとか、この時計が買いたいとかだったら手元に残るものを買えるのでいいかなって思うんですけど、なんかなくなってしまうようなこう手元にも残らないような使い方だとちょっともったいないなと私はちょっと思ってしまうんですけど、まあ今回はちょっと旦那さんの自由に使ってもらいたいなと、まあいつも頑張ってもらってるので、今回今までの1万円からするとかなり値上げして5万円を渡したいと思います。多分旦那さんは5万円もらえるとは思ってないのでびっくりするかなと思っています。じゃあ次です。12345、はい、でこちらも5万円です。とこちらは、私今月が誕生日月になるので一泊、まあ、温泉にでも行きたいなと思って、まあ、旅費という形で5万円予算を決めました。余るとは思うんですけど、一応ちょっと多めに5万円で準備してます。私が住んでる地域はありがたいことにコロナの感染者とか、まあ、あんまりいない地域なので、私が住んでる都道府県内での温泉旅行をしたいと思います。お部屋に内風呂がついていて食事も部屋食になるので、まあ、他の方との接触は今のところ全然ないかなという予定なので、日頃の食事を作ったり片付けをしたりっていう手間を省いて美味しいご飯を食べて温泉にゆっくり浸かりたいなと思って予約しました。次が12345678910万円、こちらは貯金に回したいと思います。やっぱり先取り貯蓄の方が貯まるっていうので、まあ、今回ちょっと10万円はもう取っときたいなという気持ちです。はい、と残りが12345670円、17000円は、まあ、予備費という形で使えるお金として取っときたいなと思います。はい、では今回は夏のボーナスの支給額の明細と使い道の紹介でした。最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらまた見てください。